皆さんこんにちは、クチニアットどん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 です。今日は海津市にあります木曽三川公園にねやってまいりました。まあ、秋のね遠足シーズンということでですね、まあ、今日はね観光バスがですねなんか何十台もないか、まあ、10台かぐらい来てましてですね、秋の遠足シーズンということでね結構にぎわっている限りなんですけれども、まあここではですね、まあ、チャンネル登録者がですね100名超えたということでですね、今日は動画を撮ろうというふうにしています。まあ、この木曽三川公園はですねこのチャンネルの始めて以来の撮影地としては初めてね外撮影をした場所だと思います。まあ、あの以前のねあの落書き帳の黒板もなくなりまあね、まあ、花なんかもね変わって、まあ、秋の、ね、植物に変わっておりますけど、これからですね冬に向けての、ね、クリスマスイルミネーションシーズンにね木曽三川公園は変わっていく感じではあるんですが、まあ、そんなことよりも、まあこのチャンネルですね100名を超えたということで、この2015年の7月にですね顔出しをさせていただいてから3年でようやく100名ということでですね、もう100名ごときで動画出すなっていうレベルですけれどもですね、まあでもやっぱりこのね100名以上、まあ、100名を超えてですねチャンネル登録をされるというのはですね本当にね勇気のいるねもうレベルではないかなといつも思ってるんですけどね、こんなチャンネルでね。まあ、ただあのツイッターの方でですね100名超えなかったらちょっとねやめるというふうな感じでねなんかちょっとわけのわからんこと言ってましたけれども、まあ、それに伴ってですね、まあ、ほとんどのね動画に関してサムネイルをですねちょっと変えさせていただいて、まあ、ちょっと釣りっぽくなっちゃったんですけれども、まあ変えさせていただいた結果ですね、まあ、このチャンネルにしてはですね他のチャンネルと比べたらもう比べもならないですけども、あのこのチャンネルにしてはいいペースに、まあ、あのチャンネル登録者が増えましてですね、あの100名を、まあ、あれはあれよと、あの目標としていた日時よりもね早めに超えてしまったという感じでですね本当にねありがとうございます。まあ、でもまあこれからもですね100名200名まあね、まあ、動画としてはね100、1000、万っていうような感じでですね、まあ、動画を出していこうかなと思ってはいるんですけれども、まあ1万超えたら泣くんでしょうね。もうまあ、他のチャンネルの、ね、方々の皆さんもですね100名超えたとか200名超えたって動画が出してますけど、やっぱり3年かけて100名超えるとねその気持ち本当によくわかるなと。やっぱり1万超えてね、まあね10万超えた人泣いてる人もいますけど、まあ、その気持ちもねなんか100名超えただけでもですねなんかその気持ちよくわかるなっていう感じなんですけど、まあ、それはいい年ですね。まあ、あの100名超えたということで、まあ、サムネイルを変えたりだとか、あとまあこのチャンネル、まあ、チャンネルを、ね、いろいろ変えてみて思ったことがですね、まあ、大きく5つの、まあ、コンテンツに分かれてるなというふうな感じでですね、まあ、それを前面に打ち出していこうかなというふうに思いましてですね、まあ、ここで岐阜県に関する動画、あと登山、まあ、特に、ね、低い山ですけどね登山に関する動画、あと公園ですね、このね、木曽三川公園も含めての公園、あと、まあ、関東での撮影が多いですけれども鉄道だとか、あと適当料理適当掃除シリーズのですね、まあちょっと不評なんですよね適当シリーズといったものもね、まあ、出して、まあ、その5つのコンテンツにね、まあ、あの分かれてるなというふうに、ね、感じておりますので、まあ、それを全面的に、まあうん、このチャンネルの中心としてね出していこうかなというふうに思っているわけなんですね。まあ、こうやって見てますとですね、まあ、主のね、動画の映像を見るとね、展望台と吊り橋と滑り台と踏切とトレインビューっていう感じでね、もう前パターン化してるのがね、あの目にわかる感じではあるんですけれども、まあ、まあ、5つのコンテンツをですね、主にね、まあ、あの打ち出していこうと思うんですが、ただね、このチャンネル苦手としてるところ結構ありまして、まあ、よくねあの僕もチャンネル登録させていただいてね、チャンネル登録者を伸ばすにはっていうねこういう啓発系の、動画を見てますですね、まあ一つはですね専門性に欠けるといったところですね。このチャンネル自体こう、まあ、自分はそう、ね、山を登るとか鉄道が、ね、めちゃめちゃ好きだというようなオタク系のレベルほどでもないので、ある意味専門性に欠けてるなということですね。あとカメラに関してもですね、そんなにねあのジンバルみたいなねこういうの持ってやってるとか、まあ、三脚もそんな安価なものですしね、
まあ、全て高いところの一眼レフカメラぐらいかなっていう感じでですね、まあ、カメラもね安いですし、まあ、じゃあ岐阜県のことについて知ってるかというと、まあね、家の読み方もデタラメだしみたいな、ね、感じのところもあったり、あと登山道具に関してもですね、別に登山が好きでやってるわけでもないわけでもないし、別に嫌いでもないんですけれども、まあ、そこまでね、専門性の持ったね、登山道具を使っているわけでもないし、ということで、まあ、専門性に欠ける部分、まあ、非常にこのチャンネルでは苦手としてます。あとですね、サムネイルとタイトルですね。まあ、よくサムネイルとタイトルは一緒にしてはいけないみたいなね、そういう法則みたいなのがあるらしいんですけれども、書くことないんでね。取れたかっていうか、取りどころがないだけにですね、まあ、一緒になっちゃうんですね。サムネイルとタイトルがね、まあ、そこもなんとかね、ちょっとまあ改善というか、まあいろいろ工夫してみたいなとは思っております。あと、3つ目としてね、顔出しするとね、サムネイルに顔出しするといいよなんてね、なんか言われてますけども、まあ顔出しするほどのイケメンじゃないと私はね。まあね、本当にね、顔出ししたところで動画の内容となんか全然一致しないしね、本当にね、もう顔出し段階でもね、クリックしなくなっちゃうんですよね。そんな感じになってますので、まあ、このチャンネルの苦手としてるところありますね。あとですね、チャンネル登録者について、まあ、これもね、どっかのチャンネルさんが言ってたんですけども、チャンネル登録をしてくださいねただ単に言うんじゃなくて、なんかちょっ なんかお得情報も含めてチャンネル登録してくださいねって言うといいなと。まあ、例えばチャンネル登録をすると、動画が更新すると通知が行きますよみたいな感じの、ね、ものを言えばですね、チャンネル登録者が増えますよみたいなことをね、おっしゃってる方いたんですが、まあ、その通りだと思うんですけれども、ようよう考えてみると、このチャンネル毎週木曜日22時30分に動画を更新しますよっていうことは、もうホーム画面含めて、もうテロップ含めて全部に伝えられてるんですね。だからチャンネル登録しなくてもですね、木曜日の22時30分に行けば見えるわけですよね、視聴履歴から行けばね。って考えると全く意味ないなということもあってですね、本当チャンネル登録者の方々にね、せっかくね、チャンネル登録してくださってる方のためにですね、何かしらお得なものをですね、打ち出せるものがないというのがね、このチャンネルの、まあ、苦手としてる、部分じゃないかなというふうに思ってます。あとですね、もう苦手とする部分挙げるとするならたくさん出てくるんですけれども、冬に入ると登山ができなくなっちゃうんですね。まあ、そうすると、まあ日本一シリーズだとか、くっちー散歩だとか、一週間シリーズとか、いろいろね、出してましたけれども、まあそれも含めてネタがないと。冬山登山はね、基本僕やったこともないですし、まあ得意としてる部分でもないので、まあ、あと危険っていうところもあるかなと思って、冬山登山はね基本避けてるんですよね。まあ、日の入りも早いですからね。まあ、ですので、まあ、その間に出せる動画っていうのがなくてですね、まあ、この4月5月ぐらいの感覚でいきますとですね、ちょっとね、だいぶチャンネルからまたずれた動画がまた出てくるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そんなね、苦手な部分もね、克服しつつですね、まあ、今後ですけれども、まあやっぱりね、まあ、特に小林さんなんかそうですけどね、ヘビーなコアの方にとってはですね、やっぱりいつも通りのルーティンがいいよと、ね、いつも通りの感じのね、いつも通りのじわじわ来るような感じがね、まあ、やっぱり、うん、いいなというふうな、お声も、まあ、ありましたので、まあ、いつも通りにやっていってですね、まあ、結構ね、僕もちょっとそんなね、こう傾いた偏見意識はないんですけども、根拠だとか物理的な考えみたいなね、そういう堅苦しい考え方もしてる人間でもありますので、まあ、できる限りね、中立性ね、中立的な、まあ、考え方を持った動画作り、あと、まあ、ツイッター、ツーキャス、インスタグラムもやってますので、まあ、こちらではね、もう本当にこのチャンネルのね、ネア真面目のネアバシメアと全く違ってですね、もう破天荒にギャギャ、わけわけわからんことをもうガンガン言ってますので、まあ、そういうところもですね、また見ていただけたらいいかなというふうに、まあ、こちらもね、引き続き運営しつつですね、やっていこうかなというふうに思っております。ということで、まあ、さっと駆け足ではありましたけれどもね、今後に苦手としている部分、あと今後についてですね、まあ、軽くお話しさせていただきましたけれども、今後ともこのチャンネルをね、よろしくお願いしたいと思います。それでは。